はいえー、今回は等差数列、等比数列の、えー、重要事項のほとんどを、えー、一気に、えー、復習してみたいと思います。でまずは等差数列からです。で、等差数列は、あこう、1、3、5、7、まあ、こういうふうに、えー、と、隣の数字と、えー、この、隣の数字に、えー、なるためには、こう、プラス2ずつ。 こうえー、数が増えていくっていうふうな、まあ、数字の列ですねそ,そういうのを等差数列といってでこの共通する、えー、各項の差のことを項差というふうに、えー、呼びます。で、えーまあ、ちなみにあともう一つ重要な言葉遣いとしたら、まあ、最初のところが諸項というわけですね。 でこの初項のところからプラス +2+2+2 にというふうに増えていくわけですので、まあ、例えばこの a4 っていう、えー、4番目の数字が欲しければどうすればいいかっていうと、えーまあ、答えは7なんですけどもそれを、えー、初項の1に 2, 2を123回足すというふうに思う考えたら、まあ、この a4 っていう項が導く A4 という項を導くことができるわけです。1 2る3というそういうことですね。でこの3という数字はどこから来るかというと A44 番目の数字なんですけども4番目の数字に到達するにはこのジャンプの回数はその4-1ですね間の数なのでジャンプの数なので1個。 えー、ここの数字より少な,な、ね、4-1っていうことになっていると、まあ、ここだけが、えー、と注意点になりますそのことを頭に入れて、えー、ともう少し一般的な形で等差、えー、数列を見ていきますが、えー、初項を A として、えー、交差を D っていうふうにしときましょうそうすると2番目に A たす T3 番目に A たす 2D で4番目に A たす 3D というふうなのが続いていくと。 なので、えー、と一般式はこの等差、えー、数列の一般式というのはどういうふうになるかというと an イコール a たす n 1かける d、えー、ジャンプが n 番目に行こうと思ったらジャンプが n-1 回あるとでそのジャンプごとに、えー、d という数字が足されていくということですねなのでまあ一般式はこうなるということがすぐに、えー、導けると思います で、表し方はあこ、この一般式の形だけではなくて、全化式という表し方もあります。で、全化式っていうのは、まあ、その名前の通り、えー、n 1番目の、例えば n たす1番目の項が欲しければ、まあ、それより前に現れている数字からどのように導けるのかっていう、その隣の数字との関わりのルールを示すというやり方で示すのが、全化式というものです。だから今の場合は、 隣の AN っていうものに D を足せば N たす1番目の数字が分かりますよということで単純にこれがえっ、ー、と等差数列の全化式ということになりますであとは初項を A1 イコール A というふうに与えておけば、えー、これを使って A2 っていうのは A1 たす D になるし、えー、この求めた A2 をまたここに代入してあげると今度はまた A3 を求めることができると これが化式という考え方ですでこの全化式の形を等差数,数列だというふうに見破ればそこから簡単に一般式を出すことができますしこの一般式を見て等差、えー、数列だと見破ればこの一般式から簡単に全化式を導くことも簡単で、えー、そういうふうに一般式と 一般式と全化式を行ったり来たり上手に変換できるように頭の中に入れておくことが大事です要するにこの D とジャンプの回数とえ初項と押さえておけばまあどちらからどちらへもうまく変換ができるというまあそういう仕組みになっていますでえついでですのでえと和の公式も えー、おさらいしておこうと思います。和の公式、えー、と今、その、等、え、差、ー、数列の sn と書いておきます。これは a1 から a2... の n まで足したものですで。これを先ほどの一般式を入れてあげると、えー、と初項は、a、2番目は a+d... たすときて、n 番目には a たす n 1 d という式が入っていますと。 でそれを今あちょっと逆に並べていきます。えー、最初は a の n、2番目に n-1 番目、それから最後に a の1という初項をつける。こう少しずつ、えー、数を、えー、遡っていくような足し算をする式を書いておきます。でこれを書いた、あまあ、これが、まあ、つ,つまりこういうふうに書きますね。n 番目は a+n-1d、ここの a の n-1 は a す、 えー、n−2×d ですね。で、点点点で最後は a になります。これを、えー、と上,上この2つの式を、えー、足していきます。最初は a1 と an を足してここに持ってくる。次は a2 と a の n く1を足してここに持ってくるというのをざーっとやります。 えっとまあ、やってることは sn っていうのと sn っていうのを足し算していくことなのでえ2倍の sn っていうものになるわけなんですけども、えー、この各項の足し算は、えーまあ、当たり前といえば当たり前なんですが、えー、っと最初は a に a n 1 d を足すので 2a+n-1d 次のところも a d に a n 2 d を足すので 2a と n-1d があるわけですねだからここも 2a+n-1d すでど,どの足し算を見ても、えー、2a+n-1d すがとなっていてこれが n 個並んでいるわけですから n かける2 a プラス n 1 d もしくは全部同じだっていうことで初項と a n を足したものと同じ数字が n 個並んでいるというふうに思ってもまあいいわけですね。したがってこれを両辺2で割り算したものっていうのが sn ですからあ答えは2分、えー、和,和っていうのは2分の n ヌ括弧の 2a プラス n-1d カッコカッコ閉じるもしくは2分の n かける n a 1たす an。 括弧閉じみたいな式でえーと掛けるわけです。これはまああの非常に単純ですね。はい。でえーと続いて等比数列を、えー、やってみたいと思います。等比数列の方は先ほどと一緒なんですけども、えー、今度は初項にえーと二二二とずっと同じ数を掛、えー、け算していってできる ものでこの比率が2倍2倍2倍えと共通した比率があるのでこの比率の掛け算するこの比率数のことを公比というふうに呼びます。でこの例えば5番目の数字12345番目の数字英語っていうのはどういうふうにかけるかっていうとこの一最初の1っていう数字に2を掛け算するのが4回ですので。 1×2 の4乗なんですけどもこの4っていうのはどこから来てるかっていうと5番目の数字になろうと思ったら4回2をかけないといけなないいいとこのジャンプの数っていうのはこう n-1 回ジャンプしなければいけないまあ5-1回という意味で2を4回かけなければいけないで2を4回かけると実際に16になると。 そういういい仕組みになっていますでそのことを頭に入れて、えー、と一般的な初項 A 公比 R っていうのを見てみると初項が A2 番目が A×R3 番目は A×R 事情点々点とこういうふうに続くわけですでそれを頭に入れて一般式っていうのはどういうふうになってるかっていうと AN は A×R の n-1 乗まああの もうここまで来ると自明ですね初項に r を n-1 回間の数だけジャンプの数だけ掛け算するというのが一般式です。で全化式も等差数列の方と同様に a の n+1 っていう n+1 番目を出すには n 番目の数字に r 倍しておけば A のたと,と単にこういう隣との関係式を与えておけばあとは初項 a1 が、A、ですよっていうところからが欲しければここにを入れるとが出てくると今度はをここに代入するとが出てくるとこういうふうに全化式によって全ての数字が出せるようになるわけです。 まあ一般式の方をまあこういうふうな形だと見破れば全化式はこういうふうになるっていうのがすぐに出てくると思いますしこの全化式を見てこれが等比数列だっていうことを見破ることができたらこの一般のえ一般式のこの形もえすぐに導くことができるこの変換をすぐに行ったり来たりできるようにまあ頭に入れておきましょうということです。でえ ちょっとここからまあ頭数列あ当たり前ではあるんですけどもえっ、ー、といろいろとえっ、ーえー、と公費の数字によっていろいろと振る舞いが変わってきてこの振る舞いを、えー、使った現象、えー、振る舞いを、えー、うまく場合分けをするということがよくあるので、まあ、ちょっとここで えー、自名ではあるかとは思うんですけどもざっと見ておきましょう、えー、この一般式 an は a×r、えー、の n-1 乗で今 a はあー正の数字だと思っておきましょう、まあ、負の時もまあ同様にやればいいだけなので、まあ、今は、まあえー、a を正の数字だと思っておきましょうまず r が1より大きい時は、えー、初項はここにあ,ったりあるとするとこれを例えばああ R=2 みたいなケースを考えるわけですから、えーえー、と N が234と増えるとグラフでいうと、えー、どんどん、えー、数字が大きくなって2倍2倍2倍というふうに大きくなっていくわけですこういうふうに無限にどんどん増えていくっていうのが、えー、R が R 1より大きいケースになります R が1の場合はこれはすごくシンプルで、えー、とな A に1をかけても A にしかなりませんなのでえっ、ー、と AN っていうのはずっと同じ値を持つことになります。今度はあー、A、R っていうのが0と1の間にあるそういう時はどうなるかっていうと、えー、例えば R は二分の一とかっていうふうな値だったです。ると 最初の値を1とすると次は1 2分の14分の18分の 1, 1, 1, 1とまあどん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 え小さな数になっていってでどん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 この0っていう値に全金していくっていうふうな性質を持つようになりますで R。で r=0 になるとえ1つ目は a っていう数字なんですけども、え。ー 0をかけるとどんな数でも0になってしまいますので2番目の数字から a2 以降はすべて0の値が並んでしまうとまあそういうふうな振る舞いをするようになります次に r が0と1のマイナス一の間っていう時はえ例えばマイナス二分の一をかけるということですねえっとマイナスをかけるので負の数になりますがえこの高さよりはこの深さの方が え、小さいわけです。なので、えっ、ー、と、だんだん振幅が小さくなる。なりながら、政府に、えー、揺らぎながら、だんだんゼロに、え、漸近していくっていうのが、あ、この時の、えー、振る舞いになります。で、アールイコールマイナス一の時は、これは、えっ、ー、と、符号が反転するだけ、反転するだけですね。エーっていう値、マイナスエー、エー、マイナスエーっいうふうに、こう符号がど反転して。 えー、いつまでたってもマイナス A の値をぐる,ぐる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 、えー、行ったり来たりするような振る舞いになります。で R がマイナス1より小さくなると政府、えー、にまあ触れるだけじゃなくてこの振幅がどん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 大きくなっていくっていうふうなあ、えー、形の、えー、振る舞いになっていてまあ非常に、まあ、嫌な振る舞いに なるっていうのが R が1よりもス一よりも小さい時の振る舞いになります。まあ、こういうふうな公費による場合分けっていうのも必要になってきて非常に大事な事項になります。まあ、最後に和の公式だけ確認しておきたいんですけども R=1 イコールの場合は AN は全部 A になってしまいますので非常に単純で。 S n っていうのは a が n 個並んでいるだけで a かける n です。まあここはこれは全然えっと問題じゃないんですけども、え問題になるのは r が一ではないとき。で S n っていうのは a 一からずっと a の n まで足したものだとして、えっとこれを一般式で入れてあげると a たす a r たす a r 乗たす点点点の a r の n 引く一乗 でえー、とこれどうやって計算するかっていうと、えー、両辺に r を掛け算します、えー、左辺の方は r×sn ですねで右辺の方は ar ar2 乗の ar の n-1 乗 ar の n 乗っていうふうに、えー、と r が1個ずつ多くかかってるような、まあ、こういう数字の並びになりますでこの下の式から上の式を引き算する rsn-sn っていう計算をしてあげると え非常に面白いことに、えー、とこことここがキャンセルしこことここがキャンセルしこことここがキャンセルしということで生き残る数字は RSN の、えー、と一番最後の項と SN の一番最初の項しか生き残りません。なので RSN-SN っていうのは A×R の,の N 乗 -A という数字になります。 で、えっ、ー、と、こっちまとめて、左辺をまとめてあげると、r1、r 1かける s n ですね。で、右辺の方は a でまとめて、a 括弧の r の n 乗 -1 ですね。今、r は、えー、1では、r-1 は0ではないので、r-1 で両辺割り算することができて、sn イコール、えー、r-1 分の a 括弧の r の n 乗 -1 と。 いうようよな式が出てきました。えー、ざっくりそうですが、まあ、これぐらいがまあ等比数列等差数列の重要事項になるかと思います。次回はまあこういうのを使って、えー、とちょっと発展的な話ができればいいかなというふうに考えています。今回は以上です。